ちょっと。はい、こんにちは、ビッグボーイです。ちょっと、いきなり、わしに襲われたけど、ファークライ4、久々にコープを得て、ストーリー、やっていきたいと思います。ね、荒くれ者のハークを操作するビッグママと、ちょっと、コーププレイやったりしてたんですけど、で、もう、めちゃめちゃもう、クラフトも、できていて、そしてスキルももう、トラもゾウもほぼ半分はもうほとんど取得してると。もう序盤にしてはもう、かなり固められてる上に武器も4つ装備できる。RPG もある。で、バックパックもでかい。っていう感じで。もともと確かなんだっけな。ここの基地を解放してあげて、で、ここでゴールデンパスのミッションを受けられる。と。押してインタラクト。今は入らない方がいいと思うわ。喧嘩でもしてるのか？王立軍がキャンプを襲撃してくるらしいの。仲間が集めた情報が最優先だとアーミータは言っていて、サバルは仲間を助けるのが重要だと。ずっと話してるのか？そうよ。いつまで経っても同じ話の繰り返し。ごめんなさい。あなた AJ ゲールよね。あなたが協力してくれてみんな感謝しているのよ。俺にはゴールデンパスに助けてもらった借りがある。でもここに来たのは散骨のためだ。そうね。でもパガンのせいでこの国がどうなったかわかるでしょ。そしてあなたはモハンゲールの息子。ともかくキラットに不可欠なの。あなたの選択が鍵になる。アミータとサバルとの均衡を崩す人間が今必要なの。それを考えてみて。今行動しないと死者が出てしまう。これは戦争なのよ。情報が必要なの。駒で使う兵士なんだぞ。ダルパンのことを忘れたか。ダルパンと情報を天秤にかけろと言うなら、私は情報を選ぶわ。選択。ゴールデンパスにとって極めて重要です。しかし、アミーダとサバルの目標は各自異なっています。両方のリーダーと話し、互いの言い分を理解しましょう。どちらを支持するのか選択したら全く異なるミッションが待ち受けています。あ、ストーリーの分岐があるんだ。アミーダがサバルのどちらをサポートするか選択できる。じゃあ、ゴールデンパスのこれからをどうするかとかで、アミータとサバルが揉めてるってことか。どっちかというとアミータは仲間を捨ててるってわけじゃないけど、情報優先で、サバルが仲間優先みたいな。話聞けるのかな、とりあえず。何か手伝おうか。キャンプが襲撃されそうなんだ。いつかはわからないが、荒れるだろう。可能な限りの支援をしたいと思ってる。手伝ってくれるなら、キャンプへ急げ。サバルは付近のゴールデンパスのキャンプにいる反乱勢力を守りたがっている。このミッションを受けるとアミータのミッションは受けられない。なるほど。ちょっとアミータの話も聞いてみようかな。アミータ、情報を仕入れてやるよ。よし。前からバナプール襲撃の噂は流れていたけど、どうも引っかかるの。この情報からもっと大きな計画がわかる気がする。でも連絡は襲撃以来途絶えてる。だから気をつけて。いい。アミータは付近のゴールデンパスのキャンプから情報を取得したがっている。情報か仲間かか。いや、普通ならちょっと仲間助けに行きたいってなるけど、どうしようかな。情報か。いやーでもな、ダルパンのこともあるからな。ここは仲間かな、やっぱ。サバルで行こう。ここでストーリーが分岐したってことかな。ブラボーキャンプに向かえ。1キロ先。武器は揃ってることだし。さあ、こっちといえば、ビッグママとコープで楽しんだ、このヘリコプター、思い出のヘリコプターがあるから、じゃあ。ブラボーキャンプ。ここ。もう、北の地域でも何でもないこの辺のベルタワーも全部解放して、もう治安もだいぶ、時々パガンの車列とかが通ったりしてるけど、ほとんどもう治安は良くなってると思うので。じゃあそのブラボーキャンプに行こうか。さあ、付近までやってきたけど、反乱勢力を助けることを申し出ろ。OK。この辺で降りて、反乱勢力に入れてもらいたいです。AJ、とてもありがたい。我々は突撃準備完了だ。突撃準備完了だ。ハンターたちは口笛でコミュニケーションを取るサイレントキラーです。サイレントキラー。ハンターのタグは数秒で消滅してしまいます。肉食動物を操り、兵士の代わりにあなたを攻撃するよう命令します。命令を解除するには彼らを倒しましょう。虎は強いぞ、なかなか。準備しろ。ここ、どこに地雷を置けばいい？とりあえず。そうだよね。地雷。あれ？こっちはダメか。地雷この辺に置いとこう。何が起きても焦るな。地雷。この辺にも置いとこう。こちらにはね、弾が高いけど RPG もあるので。地雷設置したのになんか怒られてる。あっちから来てる。あれ、地雷ってこれもしかして対人用地雷とかもあんのかな。いた。ヘッドショット。あいて。弓で撃ってきた。どこだ？あっちか。で、ちょっと強い。で、こっちには武器もたっぷり、シリンジキットもたっぷりある。待って、敵いた。グレネードだ。届いてない。上登ろう。ハンターいた。ハンターめっちゃいた。待てよ、弓には弓を。どこだ？あれか。お、よし。あ、いた。よし。まだ撃ってきてる。いた。オッケー。あ、いて。どこいた。あ、ミスった。で、注射。待てよ。投げナイフ。よし。地雷意味ねえ。地雷なんの意味もねえ。アルファキャンプ。ブラボーキャンプの次はアルファキャンプ。こっち、すぐ近く。予想以上に地雷の意味がなかった。車両とかで来るのかと思ったらもう普通に徒歩で来た。理科部門ね、スコープになったことですごく見やすい。で、ちょっと緑の葉っぱでも取っといて、シンジキット作成。あれ？ハンターがテイクダウンあれハンターなのに注意力が鈍いぞ。あ、やばいな、動物操ってるな。ちょっと動物はあ、リロードできてない。動物は銃で倒す。なんか辺りがノームに霧がかかってる。さあ残りの戦士を始末しろ。弓で。あれちょっと待って、戦士じゃねえじゃんこいつ。野蛮な人たちだ。戦士こんなゲスくない。あとどこにいる？ハンターたちはあ、ハンターいるな。そこにいた。ほら、あっ、この野郎よし。いや、おいよし。いや、回収で、あ、そこにいた。登ってきてる。投げナイフ。よし。ハンターまだいる。ハンターに操られてる動物がまだいるってことは、あ、いた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 。おい外したはい OK。 まだいるな。この黄色い像の中のどっかにいない。どこだ？いた。いや回収オッケー。反逆の叫び一生完了。サブル片付いた。でもアミータの探し物はここにはない。そんなことはいい兄弟。重要なのは命を救ったことだ。お前ならやってくれると思ってた。模範の血は争えん。地雷設置してたらなんか何してんのとか言われたりしたんだけどな。いやちょっとアミータの情報収集、あ、仲間やられてる。アミータのミッションもちょっと気になったけど。さてサバルミッションがまたできた。なんかアイコンが GTA っぽい。バドラ？あれバドラってアミータの娘だっけ？でサバル。バドラちょっと行ってみようかな。ファストトラベル。え？まだ見た目ちびっこだった。いや、ちびっこでもないか。バドラが、AJ になんか、仕事っていうか、任務をくれるのかな。あ、で、スキルが3ポイントも溜まったから、どうしようかな。もうほとんど溜まってるけど。落下ダメージが減少する。これにしよう。あと、キャンペーンというか、ストーリーを進めていかないと、解かれないものもあるみたいなので、まあ、この辺はおいおい。じゃあちょっとバドラのとこ行ってみようかな。あ、カルマ。カルマに参戦したら、お金くれるので。ほらあれあれテイクダウンテイクダウンのついでに古いポルノもゲットで、こいつもテイクダウンオッケー、お金ください。もうおしまいだと思った。あ、くれないか。あ、カルマレベルももうレベル4になってる。ありがとう多分もう傭兵トークンがマックスだからお金をくれるのかな。傭兵トークン一回も使ったことないやさあ道中で間違ってハンティングシリンジを注射しちゃったのはいいとして、バドラがここにいる。儀式に参加するの？こんな光景は初めて見た。そう、親の灰を持ち歩く人も初めて見たああ、父さんの時もこうだったかな。覚えてないの。でも彼が死んでみんな変わった。戦死だったらまだよかった。戦死じゃない、殺された。殺された？待てよ、どうしてだ。ワナプールの東の自宅で殺されたって聞いたわ。家はまだある。そこに行けば何かわかるかも。でも気をつけて。あの辺はヌーアの縄張りよ。もう行かなきゃ。ああ、AJ のお父さんであれ誰だっけ？誰だっけな、なんとかゲールだっけ、何ゲールだっけ、モハンゲールだ。モハンゲールは戦死とか病死じゃなくて殺されたって今言ってたっけ。言ってた。で、ヌーアの縄張りって言ったけど、そのヌーアの要塞落としたんだよ落としたけど、ヌーアって人自体はまだいると。あ、これモハンゲールの日記。どっか目的地が増えたってわけではある。レジーと容疑。バドラの話を聞いても特に行き先が増えるってわけじゃないのかな。あ、ヒロシ、久しぶり。私にはセレブの後押しが足りないようだ。例えばデリス・ロッドマンを招くとか、ベッカムと LA ギャラクシーを呼んでうちのベストイレブンと戦わせてみようか。ちょっとチップかもしれんな。そうだ、ポップスターはトルクメニスタンの独裁者がジェニファー・ロペスにハッピーバースデーを歌ってもらえるんだ。私も懐かしの大スターぐらい呼べるだろう。カニエ・ウェストのギャラを調べるか。彼のツイッターは素晴らしいぞ。ツイッター？あの若者と話してみたいものだ。時代背景は別に古いわけじゃないんだ。とりあえずじゃあバトラーに父親が殺されたという事実を聞けたと。さてじゃあヨーギーとレジーって気になるけど。ひとまずじゃあ、もう一回サブルのところ、行こうか。さあ、サバルのところに来た。なんか、なんもないようなところだけど。ヘリコプターが本当にこの、いててて。プロペラが当たるとすんげえダメージ受けるんだよな、これ。ボディハマー全部なくなっちゃった。けど移動がものすごく楽。サバルいた。サバル。勇者の帰還だ。防衛戦で多くの命が救われた。厳しい立場に追い込むな。アミータなら見殺しにしてただろう。役に立つかもわからない情報のために。何が正しいかは明確だった。モハンもこうしただろう。これなんだよ。モハンが目指していたのはこの方向だ。だから俺は前に出た。俺はお前の父さんを尊敬していたからだ。アミータの意見はいいのか？あいつのことは評価してる。だが仕事をするとき、頭は二ついらない。モハンが言ってたぞ。彼の信念について知っておくべきだ。総員に行け。あ、今の楽しい拷問タイムに入ろうとしていなかったがそれには混ぜてくれない。音も聞こえない。チャルジャマ修道院に向かえ。こんなとこにプロパガンダポスター。じゃあまたヘリコプターに乗っていこうか。その、修道院でモハンの話を聞けということかな。行ってみよう。またおじさんかよ。おじさんじゃねえだろ。お前ヒロシだろ。それともスバルのワイルドヘアと引き締まったフェイスラインに魅了されたかな。まあどちらのライフスタイルを選ぼうと君の自由だ。ただし私は男の方には行かないな。え、男の方に行かない。私の人間と思い込むやつもいるがチームは違うんだな。私には生涯一人の女性しかいない。よく知ってるだろう。母親のことか。ヒロシも唐突しね連絡入れてくるからね。さあ修道院付近まで来ました。ラジュに会え。ここは前に通ったことがあると思うな。あ、ここ降りれないや。この辺で高度が下がらない。高度を下げて降りる。ここは修道院。え、ちょっと、あ、見てるあ、死んだちょっと、モハンの息子が、崖から降ってきて死亡するなんて、冗談じゃない。怒るかなと思ったけど、あいつに言ったんだ。そしたら、助けてくれるってさ。木箱がどうたらこうたらって今、誰か言ってた。ラジュが待ってる。ラジュとはチャルジャマ修道院。紀元前500年頃に作られた。うわ、ひげすごいな。ほぼ全裸。ああ、偉大なるモハンの息子か。父上と同じ道を歩む準備ができているとサバルから聞いたよ。神の中の神バナシュールは世界に声を届ける。神に感謝しよう。生命を与えてくれた神に感謝だ。どうぞお房の籠を持っていきなさい。供え物を拾え。いただきます。チャルジャマの洗礼を完了しろ。カルマ。こっちに行けばいいのかな。元気です。カルマイベント。なんか儀式を行おうとしてるのかな。カルマを貯める。鹿かな鹿じゃない。聖なる場所に今、足を踏み入れている。あ、マニシャは結構これまでも回したことがある。感情のない人生は人生にあらず。しかし感情に左右される人生は感情だけに支配されてしまう。その粉をまきなさい。もう結構人生観みたいなことも伝授してくれる。インタラクト。おお、粉まいた。カルマレベルがそろそろ4でもマックスになってしまうな。次はこれ。香りは限りある命を表す。インタラクト。カゴをここに置きなさい。染め物を置け。置きます。ラジオのところに戻れ。ついていこう。サバルは君を高く評価してる。だからこれを君に見せるよう頼んできた。偉大なる悪魔ヤルンは人の心に存在する。あれ、動物。ヤルンは偽りの約束で希望を燃やし尽くす。ヤルンを満足させて眠らせておくためにヤギは死ぬのだ。ヤギ殺した。血がめっちゃ出てる。我々は霊的な存在である。君の父上はそれを分かっていたが、それだけではない。行動を持って皆に伝えたのだ。目にするものをじっくり考えてみなさい、AJ。もう帰っていいんでしょうか。失礼しました。身を清ませていただきました。AJ、久しぶり。ん？終わりじゃなかった。修道院を防衛しろ。さあ、弾は高いけど RPG があるんだ、こっちでは。ボン！マルチキル。さあ、そっちにも。弾高いんだぞ、これ結構。くらえ。あれ、なんか、捕まっちゃった。よっ。陣営を守る。テイクダウン！あ、これ味方！違う！間違った！ごめんなさい。やめろ。くっそ、RPG を乱用するぜ。あ、ダメだ。もうヌーブになるしかない。あ、投げなくなった、これ。ほら。やめろ。まずい。爆弾仕掛けてる。やばい、リロード。倒して、やばい、あっちも。間に合うか。まずい。違う、RPG ちゃう。痛い。やめろ。よし。あ、ヘリいる。やばい、あっちつけられた。爆弾がつけられた。投げナイフ、ケツに刺す。あ、いってるな。よし、まだ来るか。うん、待ちきる。あっちに持つ。あれちきる。4人クワッと切る。シュートインを手は触れさせん。まだいるか。あ、あっちか。あっちが武器庫か。ほら、やめろ。テイクダウン。オッケー、防衛完了。ちょっと弾薬いただこう。修道院に直接王立軍が攻め入ってくるか。ごめん、でも味方殺しちゃった。ごめん、遺品は回収させていただきます。ラジオのところに戻る。終わったの？わかるか？人が信仰心を捨てたらこうなってしまうのだ。 AJ、 君がいなければ大変なことになっていた。感謝する。文化交流ミッション完了。 OK、 経験値も得た。新たに強力な武器が攻撃銃で購入可能。あ、カルマは知ってます。カルマレベルを上げると攻撃所で割引受けれる。あれでもカルマレベルもう4だけど。サブル、軍が総員を攻撃してきたが撃退した。お前がいてくれて助かった。総員は俺たちにとって象徴的な場所。その普遍性が大事なんだ。お前の父さんはそれを理解していた。お前のような部下がもっと必要だった。ちょっとサバルは褒め方がちょっと硬い人だけど。あ、なんか鳥に襲われてる。オッケー、なんか L って増えたな。ロンギヌス、ヨーヒーとレジって誰なのか気になるけど。じゃあ次回、どうしようかな。ロンギヌスってやっていこうかな。じゃあ今回はここまで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。